の食費はなんと年間200万円。一体何の動物でしょう。なんか大きい感じ。大きいだけ。そうですよね。正解はゾウ。ご飯は1日に3回。シロサイと同じで主に干し草とペレットなんですが、1日に食べる量はなんと60キロ。飼育員さん、これまたかなり重要だ。60キロ。鼻を使って器用にご飯を食べてますが、その鼻先をよーく見ると鍋つかみのような形をしています。実はこの鼻先がとても器用で、ピーナッツほどの大きさでもつかめるんです。ちなみに他の動物園を含めると食費が一番高かったのはコアラ。コアラの主食ユーカリは他の野菜に比べ値段が高い。しかも先端の柔らかい部分しか食べないので量が必要。そんなコアラの年間1頭あたりの食費はなんとおよそ1100